野生のエゾナきウサギエゾナきウサギエゾナきウ,ウサギは、ウサギ目ナきウサギ科に属する小型哺乳類、ユーラシア大陸北部に広く分布する、北ナきウサギの亜種である。日本では、北海道の道央、道東などに生息する、別名は、帝ト、ナルト。また、本種の記載者である、岸田久義が命名したエゾハツカウサギという和名が、併記される場合がある。 体重は60から1 5 0ム。体長は10から2 0トル。お長は1センチメートル程度である。夏毛は赤褐色で、冬毛は肺褐色から暗褐色になる。年に2回もお代わりする。耳長は2センチメートル程度。5から7ミリメートルの尾があるが、短く、体毛に隠れてしまうので、ほとんど見えない。足は短く、前足の指は5本。後足の指は4本ある。 波数は、摂取が上4本下2本、剣士はなし、全球子は上6本下4本、五球子は上4本下6本、合計26本。入頭数は、胸部1体、腹部はなし、素形部1体、合計4個。北海道の北見山地や大雪山系、夕張山地、日高山脈など、主に800メートル以上高山帯の枯れ状に生息する。 岩場によって作り出される低温環境が生息の条件となり、風雨や極端な寒さを嫌い、日中も活動するが、日没後の方が活発に行動する。植生は植物食で、葉や茎、花、実などを食べる。冬眠はしないが、夏から秋にかけて葉などを岩の間に溜め込み、冬の保存食を作る。ノウサギや家ギと同様、猛腸粉を食べる。 肛門から直に口をつけて食べることがある。岩の上に細長いタール状に排泄して乾燥したものをポリポリと音を立てて食べることもある。集団性の結挙生活を行い、外敵に対して協力して防衛を行うなどの社会性を持つが、排他性も強い動物である。雌雄とも同性に対する縄張りを持ち、つがいとなる一組の雌雄の縄張りはほぼ同じ範囲に当たる。 繁殖期は春から夏の間の年1回で1回につき1から5頭の子供を産む。寿命は2から3年と推定されている。本種は泣きうさぎという名前の通り、かんだかい鳴き声でよく鳴く。オスとミスとでは鳴き声が異なる。オスはキーまたはキチという音を発生する。この鳴き声を3月から10月にかけての時期は一度に4から16音発生し、 それ以外の時期は一音のみの発生が多い。メスは、ピュー、ピーなどの伸びのある発生と、ピーツイ、ピキーなどの短い発生をする。3月から10月にかけての時期は、ピールルルル、ピー,ピーピーピーという連続を発生する。1928年にカラマツ林の外獣として、オケト町で捕獲され、発見された。詳細は、エゾナキウサギの発見を、 参照学術的発見から70年近く経つ1994年から1996年にかけて、オケト長官内で行われた調査では、エゾナキウサギの生息地は20カ所から10カ所に半減していた。エゾナキウサギが去った地域には、エゾシカが進出している。エゾシカは19世紀後半の乱獲により、個体数が激減したが、エゾシカが消えた地域に、 エゾナキウサギが進出してきたと推察される。そして、1990年頃からエゾシカの個体数は増加傾向にあり、19世紀に生息していた地域に再進出していると推察される。また、エゾナキウサギとエゾシカの生息地域の住み分けが、エゾシカ乱獲以前の状態に戻っている、可能性も考えられる。純絶滅危惧夕張りだけの個体群の個体数が100頭未満であり、 生息環境の岩のサイズが小さく生息に適していないことから絶滅の恐れがあった。また、足別だけの個体群については詳細な調査が行われていなかったため状況が不明であった。そこで、まずは、夕張、足別のエゾナキウサギが第二次レッドリストで絶滅の恐れのある地域個体群に選定された。その後、夕張、足別のエゾナキウサギは、 研究成果により、従来考えられていたほど孤立した個体群ではないことが判明する。その一方、エゾナギウサギという種全体が、もともと生息地面積が狭く、存続基盤が脆弱であることに加えて、近年標高の低い地域において個体数が減少している、可能性が示唆されていることから、第四次レッドリストで純絶滅危惧種に選定し直され、 2012年8月28日に公表された IUCN レッドリスト IUCN レッドリストでは種にあたる北泣きギ本体がリーストコンサーンに指定されており亜種のエゾ泣きギもこれに含まれるありがとうございます